トラーボはイタリア共和国エミリアロマーニャ州ピアチェンツァ県にある人口約2100人の基礎自治体トレッピア川の左岸に位置し対岸には2つの橋が架かっている隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通りトラーボには以下の分離集落がある集落の一つから新石器時代の遺跡が発見されており エミリア・ロマーニャ州の財団によって管理され、発掘品はトラーボ市民博物館に収蔵されている。最初にこの地が歴史上に現れたのはトリビアという名のローマの植民地としてであり、614年からはボッビオの聖コロンバーの修道飲料に帰属する。北、イタリアに成立していたランゴバルド王国が774年に、 フランク王国のカール大帝に滅ぼされると、中部フランク王国を経て神聖ローマ帝国の勢力下に入る。神聖ローマ帝国において和解路への維持を目的として、マラスピーナ城をはじめとする多数の砦が築かれたが、ホーエンシュタウフェンチョーとロンバルディア同盟との交想により、12世紀にはほとんどが破壊された。1302年には、ピアチェンツァノビスコンティケの所有となり、 1805年にイタリア王国が起こるとそのコムーネの一つとなった。現存するアングイスソーラ城は1978年にサリーナ伯爵夫人マリアから寄贈されたもので、1997年より住居部がトラーボ市民博物館として開放されている。ありがとうございます。